ファブリシオ選手と菅澤優香選手、そして通訳の羽生さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ファブリシオ選手と菅澤選手は最近はどうされてるんですか？あ、じゃあ無茶っこいぞ言ういろいろやってますよ。あの、ただサッカーが恋しいです。あの、サッカー以外は全て やってます。菅澤選手は何します？ね、私はまあ家でできることを筋トレだったり体幹を主にやってて、で時々外に出てリフティングをして、リフティング動画を上げたりしてます。すごい。そうなんだ。トレーニング以外は何されてるんですか？映画見たりとかしてますね。どんな映画見るんですか？はい、結構洋画でアクション系だったりワイルドスピードとか見たりとかしてます。かっこいい。ジャッキーチェンじゃないんですね。ジャッキーチェンもでも好きです。あ、そう。ファブリシオ選手は、パルフテボーアキー、コメオテンウンベベピケノネ、クイダドネネン、アジュダイスポザアロマカザ、エウクゼンヨ、ラヴロース、アジェンチファイストゥドゥンカザ。あと、ブラジルの方も同じようにね、自粛っていうことだと思うんですけども、ご家族と連絡取り合ったりはしてるんですか？Sim, sim. O horário é um pouco difícil, né? A comunicação, mas sempre que possível a gente está conversando, dando força um para os outros, né? A gente sabe que essa situação difícil, né? Que é uma situação da sociedade, que a gente tem que se unir, né? E se ajudar todo mundo. Sugosan-senshu wa Nets Ladies no senshu nado to renraku wo toriattari wa shiteru desu ka? ね、まあ、LINE で連絡を取り合うぐらいなんですけど、あんまり電話はしてないです。基本一人で家にいるか、よく実家に帰るかなんで。一人が好きなんですか、結構？はい、結構一人好きです。あ、じゃあこの自粛生活はそんなに苦にならないっていう感じですか？そうですね、まあでもやっぱりサッカーがしたいっていうのはありますけど、一人でいることに対しては苦じゃない。ちなみに羽生さんは普段何されてるんですか？あの、私ですか。あの、結構チームがズームでトレーニングを行ったりとか、まあ、そしていろんな資料とかのやり取りしてますので、あの、まあ、リモートで翻訳通訳をやってるっていう感じですね。あ、羽生さんはトレーニングはしてるんですか？自重でちょっと何か少し動いたりとか、それくらいですね。なるほどね。みんな工夫してね、自粛していかなきゃいけないですからね。さあ、そしてね、菅澤選手、まあ、東京オリンピックもね、はい、延期ということになりましたけども、この延期と聞いたときは、最初いかがでした？年齢もこう重なってきて、1年ずつすごく大事になってきてはいるので、その中で延期っていうのはすごく残念ですけど、1年後ってまた明確な目標ができたので、またそこに向かって日々努力するだけかなと思います。そうですよね。はい。じゃあここからはフォワードについてお二人に伺っていこうと思います。はい、まあ、ファブリシオ選手は子供の頃からフォワードですか？Era atacante. Só fui mudando entre meio campo e atacante. E com o tempo também foi mudando muitas formações, né, as táticas. Ah, eu fui me adaptando. じゃあもう小学校の頃から、まあ、今のプレースタイルとそんな感じなんですか？Não, eu comecei sempre, eu sempre, desde pequeno, sempre fui, gostei de correr, fui rápido e chutava forte. Então, sempre me colocavam lá na frente para fazer gol. Então quando desde pequeno, eu já sempre fui ali numa posição que fazia gol, né? Eu gostava bastante de fazer de correr. Finalmente, 小さい頃の髪型はそれじゃないですか？Não, eu tinha trança, tinha cabelo grande, já mudei bastante. Era careca e tinha só um topete aqui na frente. Ah, no, andari, longo hair ni shitari, touchoubu nomi toka, katamade toka, ironna kamigata wo yatte kite masu yo. Ano, rasta no youni dreadni shita koto mo arimasu. Na Europa desu ka? Na Europa. Mitai. ヨーロッパに行ってからこのような形になりました。試合後はもうペタンっていう感じじゃないですか。リセットしてる時とね。疲れたね。今度が cansado、ele dá uma caída quando tá cansado。疲れたら髪の毛も倒れます。なるほどね。バロメーターなんですね、もうね。菅澤選手はいつからサッカーを始められたんですか？サッカーを始めたのは幼稚園の年中ぐらいからチームに入ってやってますね。早い、めちゃくちゃ。はい、
幼稚園の時からフォワードだったんですか？トップ下とか中盤をやることが多かったんですけど、中学高校ぐらいからだいたいフォワードをやり始めました。小学校の時は男子と一緒にやったんですか？中2まで男子のチームでプレーしてました。結構やってたね、中2からやったら。はい、中2ぐらいまでは同じレベルでできてたんじゃないかなと思います。やっぱそうなんだよね。ね、あのちなみにあのファブリッシュ選手、まあ、フォワードこうやってきて、どんな時つらいなと思います？ゴール決めればもうそれは吹っ飛ぶと思うんですけど。Quando a bola não chega muito, por exemplo, exemplo recente é a final da Ásia. Ali eu fiquei, pô, eu acho que foi dos jogos que eu mais fiquei irritado, porque a gente defendia o jogo todo e ainda eu como atacante não tinha bola para jogar. A gente não recebia a bola, mas ficava correndo atrás dela o jogo inteiro. Então, eu acho que para mim, na minha visão como atacante, o mais ruim é você não ter oportunidade de ter a bola e poder ajudar o time. なるほどね。菅田選手はどうですか？まあ、それこそやっぱ点が取れない時とかすごい辛いなって思いますけど、まあでもそれも何かしらフォワードにも原因があるのかなと思うので、まあなんでなるべくチーム全員で前に行かないと点は取れないと思うので、まあそれができたらそんな苦しいことはないのかなと思うので、それが試合でできるようにはしたいですね。まあ、フォワードの選手だからね、やっぱりみんなで行こうよっていう気持ちだもんね、フォワードはね。そうですね。ついてきてほしいっていう。そう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 。なんで上がってこないんだよみたいなね。はい。Defesa ao contrário. Eles defendem que é que todo mundo defende. で、ディフェンダーは逆に、あの、全員に戻ってこいという。そう。Mas esse que é o bom senso, isso que é o engraçado do futebol, né? それがサッカーの面白いところですね。みんなで一つのチームなんですけれど、todo mundo é defesa e todo mundo é ataque。攻撃の時に全員がアタッカーの意識って言いましたけど、守備の時はやはり全員がディフェンダーの意識でやらないといけないと思います。そうね。それがうまくいってないと結局勝てないですからね、試合でね。では、ここからちょっと質問コーナーということでいきましょうか。はい。菅澤選手から、ファブリッシュ選手に質問があるそうですね。お、いいですね。まあ、試合で途中交代で出る時もあると思うんですけど、まあ、その時はどんなことを考えてプレーするのかなっていうのを聞いてみたい。途中から入るね。Para a equipe, porque a gente sabe o tanto de tempo que falta, né? Quando a gente entra, a gente já sabe. É 20 minutos que eu tenho, é 30 minutos. Então a gente já entra com a mentalidade de acordo com o decorrer do jogo, né?Mas só entrar no campo, de pisar no campo, é uma felicidade muito grande. Até de entrar. E como é isso? 試合の状況を見て、思うことはまた変わるんだなっていうのは確かにそうですね。そうですね。さあ、そして、視聴者の方からのね、質問もありますね、あっち。はい、菅澤選手へ質問があります。はい、くさびや抜け出しはどんなタイミングでプレーされていますか？縦パスをこう受けるときのくさび、出し手の顔が上がったときに動き出して、それを受けるっていうタイミングが結構多いので、まあ、まずはこう練習で合わせていくっていうのが大切なのかなと思いますね。やっぱり練習の中で言い合ったりします。まあ、相手の意見も聞きつつ、まあ、自分のそのタイミングも伝えつつ、うまくやっていってるような感じですね。ファブリッシュ選手はどうですか？Eu sei que ele pode meter a bola em qualquer lugar. Eu posso correr. Eu não preciso ficar olhando e esperar ele levantar a cabeça. Agora tem outros jogadores com outras características que tem que deixar mais combinado. Você tem que esperar cair no pé bom dele. Então, eu acho que essa comunicação, às vezes, é só no olhar. Você olha, já dá um... Por exemplo, o Shinzo, jogador muito inteligente. Só no olhar, você olha para ele, a gente já se comunica no olhar. A gente sabe os movimentos que a gente vai fazer.そうですね。あ、さあ、じゃあ、ファブリッシオ選手に質問。はい。ファブリッシオ選手に質問があります。はい、一番好きな日本語は何なの？心から愛してる。たぶん、ファンのプレイヤー。妻によく言ってます。奥さんに日本語で言わなくていいじゃん。あなたにとってフォワードはという質問なんですけども、
菅澤選手からお願いします。点を取るっていうことが自分のプレースタイルにも合ってますし、まあ、じゃないかったらきっとここまでサッカーも続けてなかったかなと思うので、まあ、自分にとってフォワードはそういうポジションなのかなっていうふうには思います。まあ、とても美味しいポジションだしね、フォワードってね。そうですね。はい、ファブリシオ選手はどうですか？Então, eu acho que o atacante representa, simboliza o time, né? A vontade de ganhar, a vontade de vencer um jogo. Porque muitas vezes nós fazemos o gol e ganhamos o mérito, que é da equipe, né? Que a equipe, todo mundo corre, muitas vezes o atacante que faz o gol, né? Então, eu acho que ser atacante, para mim, é um privilégio. Né? さあ、じゃあ、最後の最後なんですけども、サポーターメッセージの方をお願いしたいんですけども、では菅澤選手からお願いできますか。まあ、今こういう状況でなかなか試合ができなかったり試合観戦ができない状況ですけど、今頑張っていきましょうっていうのを皆さんにお伝えしたいですね。はい、じゃあファブリウス選手お願いします。 E por cada gesto simples, né, que a gente podia fazer e a gente não dava valorE agora que a gente está preso em casa, a gente acaba sentindo saudade de todas as coisas simples que a gente podia fazer diariamente, né? Então, o meu recado é que falta pouco, que a gente possa ter paciência. Obrigado.